ハローワールドは2019年9月20日公開の日本のアニメーション映画。2027年の京都市に住む主人公が10年後の2037年から来たという自分自身から自分の住む世界がシミュレーター内に再現された過去の世界であると聞かされ、間もなく出会うことになる交際相手へと降りかかる死の運命を回避するよう懇願されるというストーリー。 ただし序盤で提示される物語の構図には、どんでん返しの布石となる、ミスリードを誘う内容や伏せられた秘密が含まれており、映画の予告にも、この物語は、ラスト1秒でひっくり返る、というキャッチコピーが名打たれている。さらにこのキャッチコピー自体も、結末まで見た後で読み返すと印象が変わるような、含みが持たされている。監督は、劇場版ソードアート、オンライン、 オーディナルスケールマイナスの伊藤智彦。脚本は小説家の野崎窓が執筆。キャラクターデザインにはアニメ版、ラキスタや、K、低音を手掛けた堀口由紀子が参加している。制作は 3DCG を用いた作画を得意とするグラフィニカが手掛けており、3DCG の利点と 2D アニメに寄せたキャラクター作画を融合させることが試みられている。主演は、 本作が声優初挑戦となる北村匠海。収録は声優の演技を先に収録して後から顔を合わせるプレスコ方式が採用された。舞台となる京都市の景観として伏見稲荷大社出町流の加茂川デルタ、上鴨神社などの京都を代表する史跡や名所も登場する。映画のプロモーションの一環として 劇中に登場する舞台のモデルをめぐる聖地巡礼イベントや映画クライマックスの舞台となっている京都駅、京都タワー周辺に隣接する東本願寺での試写会イベントなども行われた。また本作はドルビーやトモスが採用されている。邦画アニメ作品ではガールズパンツァー最終章第2話に次いで5例目であり、東方配給の邦画作品では 実写含め初のドルビーアトモス採用作品となった。映画の公開に先駆けて、脚本を担当した野崎の作品を含む複数の小説や、漫画、ウェブアニメなどの媒体でも、本編や、外伝の内容が、メディアミックス展開された。公開4日間の時点で、動員15万6000人、公衆2億1200万円の成績。いつも、自分の決断に自信が持てず、 主体性がないことが、コンプレックスの剣踏みの与え実は、2027年の、京都に住む凡庸な高校生であったが、ある日不思議な三本足のカラスを追いかけた先で、10年後の2037年から、来た未来の自分自身だと名乗る、青年、先生と遭遇する。先生の語るところによれば、今直ザが認識している世界は、現実ではなく、歴史の保存を目的として、 アルタラと呼ばれるシミュレーターの中に仮想世界として再現された過去の京都であり、このままシミュレーションが史実通りに進行した場合、直ザネは3ヶ月後の夏、それまであまり面識のなかった同級生の一行ルリと恋人同士になるものの、初めてのデートの最中だった2027年7月3日、天才によって彼女と死別する運命をたどるという。先生は、 彼女と恋人らしい思い出を十分に作れなかった開婚から現実ではない仮想世界のシミュレーションであっても死の運命を回避した瑠璃が幸せになれる歴史を見たいのだと言いシミュレーターの中に再現された過去のナオザネに運命を変えるための助力を請う。ナオザネは先生からこれから起こる出来事を記したノートと限定的ながらも仮想世界の事象を 魔法のように操る力を授かり、運命の日である7月3日に備えて状況を変えるための特訓を積む一方、攻略本を使ってゲームを進めるような方法で近づき方い印象の一性だったルリと急速に親密になっていく。その過程で、ナオザネ自身もまた当初は敬遠していたルリの人柄に惹かれていくが、 予定されたイベントを起こすためには一時的に瑠璃を悲しませることも仕方がないという先生の態度を見たオザネは主体性を持たない自分の行動に疑問を持ち彼女を単に危機から救うだけではなく幸せにしたいのだという自らの願いに気がつくオザネは特訓で身につけた能力を行使し本来なら無残な失敗に終わるはずだったチャリティーフル本誌のイベントを成功させて 瑠璃と、そう思想愛になるが、そうした直ザネと、先生の行動は、歴史を保存するというシミュレーションの目的には反しており、次第に、アルタラの自動修復システム、キツネ面から監視されるようになっていく。瑠璃が死ぬ運命の日とされた7月3日、直ザネは、先生と共闘して、現実の記録との辻褄を合わせるために瑠璃を殺害しようとする、自動修復システムを跳ね抜けて、 運命を変える。しかし、先生はナオザネに対して、本当の目的を隠していた。先生の目的は、2037年の世界では、脳死状態にあるルリの肉体に2027年のルリの精神を上書きして蘇生させることにあり、そのために、当時の状況を再現した上で2027年の世界からルリを連れ去る必要があった。信頼していた、先生に裏切られて、 ルリと引き離されたナオザネは自動修復システムの暴走によって崩壊してゆく2027年の世界に取り残される。2037年の世界でルリを蘇生させることに成功した先生はナオザネを騙していたことに罪悪感を感じつつも10年間の昏睡状態から奇跡的に回復したという嘘に違和感を抱くルリを言いくるめ。 暴走するアルタラへの不正アクセスの証拠隠滅に乗り出す。しかしルリを殺害するために追ってきた自動修復システムの狐面がアルタラの中から2037年の世界へと溢れ出すのを見て自分が現実として認識していたこの世界もまた未来にあるアルタラの中に構築されたシミュレーション上の仮想世界であり自分の世界が入れ子構造の内側にあることを悟る。 ルリと先生は、キツネ面に襲われ絶対絶命に陥るが、カラスの協力を得て2037年の世界へと現れたナオザネによって窮地を救われる。ナオザネに殴られた先生は改心して、本来の願いに立ち返り、2037年の京都市を巻き込んで暴走を繰り広げる自動修復システムを相手にナオザネと共闘し、 困難の末にルリを2027年の世界へと送り返す。また自動修復システムを強制停止し、意図的にアルタラを暴走させることによって2027年の世界は歴史保存という役割から解放され、パラレルワールドとして存続することになるが、その過程で先生は犠牲となり、瑠璃ともう一人の自分であるなおザネが見知らぬ、新世界で幸せをつかむことを願いながら、 命を落とす。先生が目を覚ますと、そこは2037年の仮想世界をアルタラ上でシミュレートしていた2047年の現実世界だった。現実世界においては、20年前に命を落としたのは、県、文のあたえ実ミで、ナオザネを援助していたカラスの正体は、アルタラを使って彼を脳死状態から蘇生させようとしていた一行、ルリであった。 先生の願いは叶い、物語は幕を下ろす。声は役を演じた声優。基本的には主人公である県、文の与え実るとその未来の姿である先生、ヒロインである一行瑠璃という限られた人間関係の中で物語が動く構成となっている。直真と先生は同一人物であるため、特に前半部分は実質的には、 主人公とヒロインの二人きりの関係性の中で物語が進展していくが、ヒロインは幕がフィンに過ぎず、後半に向けて劇的に変化していくナオザネと先生の関係性こそ主軸であると解釈することもできる。なお劇中には登場人物の年齢や誕生日への具体的な言及やそれを類推できる描写がいくつかあるものの、資料によって統一されていない。 2037年の世界と2047年の世界の一行ルリについて映画本編ではあまり多くを語られないがスピンオフ作品で詳しく描かれている企画成立までは右与曲折もあったという監督に伊藤智彦脚本を野崎窓制作にグラフィニカという組み合わせでの CG アニメという企画自体は2016年の時点で進められており この時点では、無因果世界などのキーワードを散りばめた SF 要素に比重を置いたシナリオが完成段階まで進んでいた。ところが、2016年に新海誠が監督したアニメ映画、君の名は、がヒットしたことで、アニメ映画を取り巻く状況が一変して、東方社内で求められる企画の傾向も変化したため、完成段階にあったシナリオは没となり、高校生を 主人公としたエンターテインメント要素の強いシナリオを最初から作り直すこととなる。新たなシナリオは2017年の春頃、主要なスタッフが会議室に泊まり込み、それぞれの好みの作品を上げていくというブレインストーミング形式で話し合いが持たれ、様々な SF 作品からインスピレーションを受けながら、離れた時間にいる人物同士が出会うという類型に仮想現実を足して、 ひねりを加えるといった方向性が決まり、主人公が離れた時間の自分自身と出会うことや共通する大切な人がいるというプロットが企画の最初期段階に決まった。本作のプロットは2000年代に流行した世界系と呼ばれる主人公とその恋愛相手の関係性が世界の危機に直結していくような作風の流れを組んだものとなっており、 しばしば世界系の主題となる自由意志と運命論の総告を題材としている。これは世界系の代表的な作家でもある新海誠が君の名はをヒットさせた前述の事情や同作のヒットの背景となった社会情勢とも無縁ではなく本作が企画された時期には世界系を再評価する機運があったのである。一方、世界系をめぐる 作品批評においてはしばしば男性特有のナルシシズムが批判の対象となる。本作もまた受け身な女性として描かれがちな助けられるヒロインを物語の中に据えているが、本作では男性主義的な内容に見えないための配慮も試みられており、具体的には守られることに必然性を持たせるヒロインの描き方や一人のヒロインを守る二人の男性という バディモノとしての側面を強調したこと、ラストシーンのどンデん返しでひっくり返される男女の力関係などといった特徴が盛り込まれている。監督の伊藤は、結末のどンデん返しは最初から決まっており、そこから逆算して作ったとしているが、シナリオの執筆の最終段階で付け足された要素もあったとされる。付け足された要素は、 虚構と現実を主題にした作品の結末で必ず主題となる虚構と現実のどちらが肯定されるべきかという命題に対するものでこれにより虚構に救われてきた登場人物に現実の直視を突きつけるのではなく虚構への現実逃避を肯定するわけでもない第三の決着として虚構が現実になり変わるという決着を意図したとしているキャラクター造形にも 右与曲折があり、当初の企画では体育会系の活発なヒロイン像が想定されていたが、その後スタッフ間で議論が続き、最終的にはキャラクターデザインを担当した堀口幸子のポスターに乗った時に可愛くないヒロインはありえないという発言をきっかけに方向性がまとまった。主人公の武器となる神の手は12秒間を意識して命名され、 万能の力のように演出される一方、制作時に流行していた異世界伝承者との差別化も意識されており、劇中では特訓の描写にも差しが取られるなど、使いこなすための努力が必要な力として描くことにもこだわったという。前述のように、君の名は、による活況が本作の企画に影響を及ぼし、本作が同作からの受けた一作として受け止められることが、 想定される中で、中核となるスタッフが好きな作品群の要素を取り込むことで、作り手のやりたいことを作品に込め、他作品との差別化を進めていくという方針が施行された。映画パンフレットでは、本作の企画に際して影響を受けた他作品が列挙されている。監督の伊藤によれば、過去と未来の世界に住む二人が共通する目的のために団結するという展開は、 伊藤が好きだった2000年の映画、オーロラの彼方へからの着想であるといい、そこに、プロデューサーの竹井勝弘が、1999年の映画、マトリックスや、劇中でも、世界設定の説明として、引き合いに出されるグレッグ・イーガンの小説、純烈都市のような、仮想世界を舞台とした展開を加えることを、提案した。竹井の意図としては、 伊藤がアニメ版を監督したソードアート、オンライン、僕だけがいない街の要素を今作に反映させたい思惑もあったという。SF 要素の部分では、バニラスカイ、インセプション、インターステラルーパー、ルーパーといった映画や、うるせえ奴らにビューティフル、ドリーマー、パーフェクトブルー、電脳コイル、贅画ペーンなどのアニメ作品、炎上等の小説、 エピローグなどからも影響を受けたという。恋愛部分は、日マ様。その他、場面場面では、ブラックパンサー、マイティ、そう、ドクター・ストレンジ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、スパイダーマン、ホームカミングなどの映画、キンマン、ブレイムなどの漫画からインスピレーションを得たり、オマージュしたりした場面もあるとされる。また、制作中に、映画、13回や漫画、 孔子暗黒伝との類似点が指摘されたが、当時と現在とでは、作り手の時代性の違いがあり、自然と差別化ができると判断された。過酷な経験を経て表現した未来の主人公という、肩書直美のイメージは、漫画、7、アニメ映画、機動戦艦なでしこ、ザ・プリンス・オブ・ダークネスマイナスから影響を受けたとされる。また、本作の結末で正体が明かされるカラスについて、 映画パンフレットに作品紹介を寄稿した批評家の渡辺大輔は2000年の恋愛アドベンチャーゲームエアーに登場する主人公の決心カラスの空を想起させるとしエアーに対する東ずまの批評を引き合いにしつつ本作のラストシーンでのどんでん返しによってその役割を転換させていると指摘している本作の作画は 3DCG を セル画風に描画したセルルック 3DCG を全面に押し出す形で描かれているが立体としては正しくともアニメへとしては不自然な意味絵を1コマずつ修正するなどして従来の 2D で作画されたアニメに見えるような作画を目指したものとなっている細かい表情や髪や服の動きといった日常芝居は 3DCG の増えてな分野でありキャラクターデザインを担当した堀口が 作画監督として、表情や動きに細かく修正を加えている。手書きの方が、効果的な場面や、一瞬しか映らず 3DCG でモデリングするまでも、ない箇所などは、手書きの作画が併用されており、例えばモブキャラクターは 3DCG と手書きが混在し、流水や水滴といったエフェクトの描画は、手書きが多い。サブキャラクターである、壁の工事三輪の最後の登場場場場面である、 古本紙でコスプレをして売り子をする場面など一部の場面は全て手書きで描かれている。通常のアニメ映画では絵コンテが完成してから劇とも作家に曲を発注し場面に合わせた注文通りの曲を作ってもらうという過程で劇ともが作られるがそれでは綺麗にまとまりすぎてしまうという考えや作画と劇ともの制作を並行して進めることで 互いの作業が刺激し合えるのではないかという思惑もあり、本作では劇友の専門家ではない複数のアーティストたちに場面ごとの曲を共作してもらうという形が取られた。本作のエンディングテーマを担当している岡本図を中心として人脈図体に集まったメンバーで2027サウンドというグループが作られ、劇友や主題歌が作られた。 映画の主要登場人物である片垣直美を視点人物とした全3話のスピンオフ作品、アナザーワールドが2019年9月13日から2019年10月4日にかけ、ウェブアニメとして DTV チャンネル内の光 TV チャンネルおよび光 TV で配信された。映画本編と同様のセルルック 3DCG アニメで各話約10分の短編作品。 映画本編以前の出来事を描く前日短となっており、先生が一行ルリと知り合いともに過ごした高校生時代やルリを蘇生させるための手段を求めて勉学に邁進した大学生時代、アルタラセンターの研究員となって計画の準備を進めながら専攻教授やい、e、いと共に過ごした日々など映画本編や小説版では断片的な言及や 回想の中で触れられていた過去の詳細を描いている。各アリスト配信サイト映画公開に先駆け、映画の脚本を担当した野崎窓による映画原作と位置づけられる小説版ハローワールドが、集英社文庫より2019年6月に発売され、松田初夏によるノベライズ版ハローワールド映画ノベライズ未来文庫版が、 自動文学レーベルの集英社未来文庫より同年8月に発売された。どちらも基本的には映画版に準拠した同一のストーリーを描いているが、両者は地の文の描写などの語り口が大きく異なる。集英社未来文庫版の読者対象表示は星3つ。また、映画の登場人物の一人である、壁の工事三輪を主人公とした、 イセネキセによるスピンオフ小説、ハローワールドイーフ、ノのウジ三輪は世界で最初の失恋をするが映画の公開日と同日にダッシュ X 文庫より発売された。イラストは映画のキャラクターデザインを務めた堀口由紀子が担当する。映画本編では脇役のポジションにいる三輪が本編ラストシーンで描かれる2047年の世界で アルタラの研究員となっている、設定の未来の三輪から、魔法少女の力を授かり、本編の主要登場人物を影から援助したり、主人公への横連合に応納したり、本編での主要登場人物に代わって、クライマックスの事態に立ち向かったりするという内容。映画公開後には、野崎窓の書き下ろしによる、映画本編の後日談となる短編小説、遥か先が、 2019年10月31日に作品配信サイトノートにてウェブ小説として発表された。映画本編ではエンドロールと共に流れる映像として描かれた内容にあたり主要登場人物やサブキャラクターたちのその後を描いている。鈴木真夏とそのユダイの共調名義による映画の内容をもとにしたコミカライズ版ハローワールドがウルトラジャンプにて 2019年8月号から2020年4月号まで連載された。同一の内容がウェブコミック配信サイト、少年ジャンプでも2019年7月19日より同時に配信開始された。主に人物を鈴木が、背景をそのが、それぞれ担当している。また、犬飼りっぽによる本編のパロディ漫画、ハローワールドがウェブコミック配信サイト、少年ジャンプ、および Z にて2019年8月9日から2020年1月17日にかけて連載された。全12話。単行本はジャンプコミックスデジタルより電子書籍全1巻が2020年5月19日に発売。当初は単行本化される予定がないとされていたが読者の応援により実現したという形で実現した。リアル謎解きゲームが 映画、ハローワールド本屋巡り謎解きゲームとして2019年9月20日から10月31日まで全17エリアで開催され、1エリアで2つの書店を巡って謎解き歩く。対象書店で謎解きキットを購入するにあたり、初級編、彼と彼女と僕謎の三角関係、上級編、最強マニュアルを解読せようの2タイプあった。主催は当伴。 ありがとうございます。